まずですね、はい、このフィナーレコースの、はい、特徴というか、特徴ですね、その辺のところをお聞きできますと、コースがですね5つありましたね。そうですね、まず基本の操作の、レクチャーをしているコースが、ありまして、アレンジのコースもあるのがここの特徴ですね。まあピアノ室内楽ですね、それからオーケストラ吹奏楽まで、大きな編成までアレンジを含めて、楽器の使い方あたりをねレクチャーするというのがここの売りになってます。はい、あと例えばオリジナルの楽譜を作ったりといったようなところの生徒さんで、はい、アレンジの仕方がわからない、はい、他の楽器の入れ方がわからないといったような、はい、そういったご相談にも。そうですね、楽器の使い方なんかも、いろんなねピアノの教えられてる先生方も多いんですけども、いろんな合奏で使えるような楽譜とかそういうアレンジの仕方なんかも、こちらで学んでいただくことができると思います。あと生徒さん自体は、うん、グループレッスンと個人レッスンがあるというのをお聞きしてるんですけれども、はい、基本は、まあ、個人レッスンのクラスとグループレッスンのクラスっていうふうに分かれてるんですね。分かれてますね。グループの方は、まあ、一通り一連の流れに沿ってやっていくんですけども、個人レッスンの方では、まあ、皆さんのニーズに合わせた、作りたい楽譜とかアレンジしたいものに合わせて、やっておりますね。はい。